金ン東ニュータウン中心部にある商業施設エコールロゼコンゴーニュータウンは大阪府富田林市、大阪狭山市のコン地区において日本住宅公団が中心となって開発した住宅団地である。本校では金ンニュータウンの東に隣接する金ン東、ニュータウンについても記述する。両者とも金ン団地、金ン東団地と通称される。 高度経済成長下で増え続ける大阪市の人口を吸収するために、加角地では、公団や大阪府住宅供給公社などが中心となって、住宅開発が行われ、千里ニュータウンと仙北ニュータウンを筆頭に、代償様々な住宅地が造成された。当時の富田林市は、石川佐賀の近鉄長野千円線に、富田林寺内町を中心とする、 市街地が形成されている程度で、石川東よけ川間の羽びきの丘陵の一部となる、市西部の丘陵地帯は、人家もまばらであった。1960年代後半に、南河内群狭山町との境界付近を走る、南海高野線の金剛駅に近い丘陵の西側が、開発された。これが、金剛ニュータウンで、富田林市の久野木台、寺池台、後編台、五軒屋、 赤田、青葉宮、新青葉宮、金合伏世、三体、金合西織り台、大阪狭山市の金合が当てはまる。南海南馬駅から20キロ圏にある金合駅に近接した金合ニュータウンが好評を博したことから、第二期として、丘陵の東側の開発が始まった。これが金合東ニュータウンで、藤沢台、紅葉台、小金台、新進三体、 宮間台が該当する。金剛駅からは遠ざかるものの国道309号が縦断しており、1990年代に入ると、公用台に、郊外型大型商業施設のエコールロゼがオープンし、住宅地内に商業地区が確立され、近隣の住民も車で買い物に来るようになった。この頃から、小建て住宅のみならず、高層住宅の販売も行われるようになる。 今後東ニュータウンの開発途上でバブル崩壊が起き、小金大地区は売れ残りの住宅が目立っている。都心回帰の影響もあり、空き地が目立ち始め、郊外型振興住宅の販売不振や賃貸物件の需要低下が浮き彫りになっている。今後ニュータウンはすでに成熟期に入り、寺池大地区では高齢化と人口減少が問題となっている。 人口は2018年12月末現在の、富田林ば市の統計資料をもとに概算。ありがとうございます。